ジンガサハムシはハムシ科の昆虫の一つ。カメノコハムシ類の代表的なものの一つで、金色の美しい虫。ただし色彩に変異がある。ジンガサハムシはハムシ科に属する昆虫であるが、扁平な奇妙な形の虫である。やや扁平な体の周囲に透明な薄板が広がっているためで、これはカメノコハムシ類に共通する特徴でもある。 この種はこの類で最も普通種の一つでもあり、また色彩的にも目立っている。体長は約7から8ミリメートル程度。この類の通例として、楕円形の体は背中に盛り上がって腹側は扁平、外周は扁平に伸びている。頭部は完全に前胸の元に隠れ、触角だけが出る。また、足もつま先だけが上から見える程度。 外周の伸びた部分は褐色を帯びた透明で背面全体に滑らかな艶がある。前肢の前端と後方斜めに突出した隆起部がある。また、小立て板の後方の前肢が特に隆起する。目を引くのは前胸と前肢の隆起部分がすべて金色に光っていることである。そのため、とにかく金色に光る虫として非常に美しい。ただし、前肢の隆起部が 黒か主食になる個体もいる。両者は結構混じって発見される。さほど動きの速くない昆虫で、食草である昼顔の葉の裏に張り付くように、止まっているのを見ることが多い。葉の中ほどから食べ始め、小さな楕円の穴を作るとまた他へ食いつくので、食根は多数の丸い穴が開いた形となる。卵は数個ずつ、褐色のカプセルに入ったものを葉の裏に張り付ける。 幼虫は緑色、楕円型で扁平。背面は滑らか。体の円に節ごとにはっきりした棘状の突起が並ぶ。頭部も足も背中からは見えない。微端に脱皮角などをくっつけ、これを背中を覆うようにする。サナギはやはり食草のラ裏にくっついている。背面に脱皮角を背負うのも同じであるが、全胸だけが生体と同じ扁平な円を持っている。食草は昼顔。 昼顔は雑草であり、人里の道端や草地などを生育環境とするから、この昆虫もそのようなところに生息している。珍しいものではないが、目にはつかない。探す場合は蒸気のような食根を目当てに葉をめくると見つけやすい。日本では北海道から九州まで分布する。国外ではシベリア、中国からベトナム、インドにわたる広い分布域を持つ。 似た種は少なくない。特に似ているのは同族のスキバジンガサハムシエトランスパリペニスで、やはりヒルガオにつく。全体に本種に似ているが、背面の盛り上がりが一様であることで区別され、またやや小型で細身である。他にヒルガオからはクロマダラカメノコハムシグリファケイシスマーエルも知られる。ハムシ類には草の葉を食べる害虫が多いが、この種の場合は、 食草が雑草だから特に害虫ではないし役に立つこともない。普通種でもあり人の生活範囲でその数は少なくないが見かけることは少ない。おそらく葉の裏にじっとしている虫で目立つことが少ない上表に出た時には結構よく飛ぶのでなかなか目に触れないのだろう。時折発見されると変な虫あるいは綺麗な虫として注目されることがある。 普通種だが世間に知られていない虫であり、かつ変な虫の代表といえよう。ありがとうございます。